島光男、元キックボクシング世界フェザー級王者、全日本フェザー級王者。ローキックと右ストレートを主体とした戦いぶりは高い KO 率を誇り、多くのファンを獲得した。キック引退後はボクシングに転向し、6戦目にして日本ジュニアフェザー級1位となった。島光男のカミソリのような切れ味を持つワンツー、そしてローキック、それは当時の映像を見るチャンスがほとんどない今でもファンの間で半ば伝説として語り継がれているのである。6月、島光男は鷺沼にあるスーパータイガージムを訪れた。フェザー級チャンピオン、それから大式のチャンピオンにもなった あの島光男先生です。よろしく。よろしくお願いします。佐山悟が創造したプロ総合格闘技シューティングの本拠地である。島光男はかつて佐山がキックボクシングを修行した目白ジムの大先輩にあたる。この日、島は自ら身につけたワンツーとローキックの極意を若きシューターたちに授けることになった。軽くこうやってるとき、当たる瞬間にこう逃げる癖つけない。当たるとき、必ず拳に逃げる癖つけないと。みんなこうやってるね、こうね、かっこつけてさ、みんなこっちのかっこいいと思ってこうやってるけどさ、どうやって当たる瞬間だけ力こう逃げる癖、瞬間だけ逃げる癖つけない。みんなほらこう指入れたらブルースみたいにかっこいいと思ってくるから、それで逆なんで、えブルースの回しちゃったらみんなこそみんなこそやってるのね、これ肩つけて、から握る、当たる瞬間だけ握る癖つけてるの。強くしてる？精いっぱい来るよ。めっちゃ強くしてるんだ。はい。こうなってるよね。はい。こうなってるでしょ？はい。こうなってる。はい。こう。はい。この、日本がこれをまっすぐ伸びるでしょ？はい。今こうなってるでしょ？はい。返ってないわけです。はい。そこで、こうなるでしょ？はい。そこから当たる瞬間に返すんだよ。はい。ここから。当たる瞬間に、ここな、こっち、そうだ、戻ってきます。はい、まだ、並んでます。はい、まっすぐになる。当たる瞬間に、これはさ、はい、当たる瞬間にパッと出す。はい、ここまで来ていて、ね、伸びる瞬間にパッと出すの。はい、こちらの、一番伸びた瞬間、当たった瞬間。はい、それで、必ず拳をこれ逃げる。はい、当たる瞬間、こう構えていて。
だから当たる時だけ力入れればいい。はい。もうちょっと座らせる。うん、そこやな。もうちょっと座らせる。あ、それぐらい。もうちょっと肩幅広くしてみて、はい、でこの方に。じゃあ左のストレート。はい。それでは。はい。ストレートとさ、ジャブっていうの分かる？はい、よく分かる。分かんないよね。はい、そうです。左のストレートは、バーンそのまま大丈夫です。ここ構えてみた。はい。それはストレート。ちょっと広げてみて。ストレート、バーン、それストレート。ね、ジャブをバーン残す。右打つためにさ、これフェンと左のジャブ。はい、で、バーン。はい。で、腰必ず、腰必ず入ってます。はい。だからさ、ワンツーツーで必ずくせる。足は必ず前についてくる。はい。左打ったらしいくわ。左のジャブだって、ピン。はい。右の足はくっつくる。はい。ね、止まった瞬間、ネビ、パーン。はい。よし、お願いします。左のストレート。うん、うん。ああ、それ必ず通せる。そして真ん中に落とせない。はい。じゃあ真ん中の両方にかかるんですよ。はい、こっちだけ、前だけ変えちゃったら、後ろだけ変えちゃったらありません。はい。すみません、そっから入るんですよ。こうやって、なんか、巻き上げてこそ言っちゃったらいい。はい。体、ね。腕出すんじゃなくて腰出すの。腰を回してから、それから戻してみると。体をさ、はい、こっちこっちから戻して。体、腰に腰に入れて肩を締める。それで、肩が入る。もうそっちのさ、ね、はい、そっち腰を打ち上げて腰を打つ。はい。こういうとこに脇が入ってしまうから。体をつけてみる。この腰と肩が同じように動くって、ここまで、それでパーンと動かす。前からこの横構えて、はい、こうですよ。今こうやってこず切ってるよな、はい、こうですよ。そうじゃなくて、それだったらちょっと大きいからね、はい、だからこっからこうですよ。こっからバーン、はい、前に、はい、前から、はい、こうやってこうやって、はい、これで足伸ばしてまたこう振ってってるけど、はい、蹴りっていうのはさ、はい、これ、このキットね、最後のキット、はい、これがないと、だから、
今見てるのは、はい、足の伸び球で投石で、はい、やったのと一緒こう、こう、はい、ここからこう、はい、それ最後の瞬間に、はい、これが効くもうちょっと跳ねて、はい、戻った。あのさ、はい、こんなちょっと蹴る角度で これまで我慢して出てバンって、はい、はい、もうちょっと跳ねて、Okay.